瀬戸内海に浮かぶ島の町、周防大島町。かつての南海トラフ巨大地震、安政南海地震の津波に襲われたという伝承が多く残されています。県の想定では、次の南海トラフ巨大地震が四国沖で発生すると、津波は山口県の瀬戸内海沿岸部におよそ2時間から4時間後に到達するとされています。南海トラフで地震が起きた場合、四国を回り込んで周防大島町に津波が到達するということになります。で、一番高いところはこちらですね、小松地区という場所なんですが、173分で 3.7 メートル地点まで津波が来るだろうと言われています。地震発生から2時間53分後に最大 3.7 メートルの津波が来るという周防大島町。先月、岩手県釜石市の震災当時、市の防災担当だった佐々木守さんを町に招きました。町職員が佐々木さんを案内したのは、トノニュー集落の高台です。標高およそ16メートルのところに津波到達碑が建てられています。この瀬戸内海でここまで来るなんてちょっと考えれますよね。この地方では安政南海地震の時に、この祠のすぐ下まで津波が押し寄せ、すべて海になったと言い伝えられているのです。安政南海地震は1854年に南海トラフを震源とし、現在の高知県や和歌山県の沿岸は15メートルを超える津波に襲われました。まさにここでもありえないようなことがある過去にはあるので、やっぱり住民の方々、ずっとこういうのを歴史をちゃんとして、これからの災害対応とかそういうのをしてほしいなって本当に思いましたね。2011年3月11日、佐々木さんが防災担当を務めていた釜石市は、高さおよそ20メートルの津波に襲われました。釜石市には防災訓練を繰り返し、防災意識が高かったという人々の多くが命を落とした場所があります。宇野住まい地区防災センターです。本来、市の津波避難場所は高台の神社でしたが、海抜4メートルのこの施設で住民は避難訓練を繰り返したことで、誤った認識が広がりました。そして、東日本大震災の時、この防災センターに多くが集まり、犠牲になったのです。その中でも一番活動している方々が、遠くの山の高台まで避難所に行くの大変なので、防災センターの2階で避難訓練させてくれと。で、自分は避難訓練の意味は2つありまして、1つは場所を覚えること、1つは逃げるっていう意識を作ること。避難する意識があればいいのかということで、軽く、じゃあやりましょうということで。この日、佐々木さんは町職員およそ60人に、東日本大震災で市役所職員として何を経験し、今どう振り返っているかを語りました。言うまでもなく、皆様の使命、自治体職員の使命は住民の生命と財産を守ることにあります。しかし、私はそのどちらもできなかった。とても悔しいです。一番の俺の罪は、あの大きい地震、気持ち悪い地震、あの地震で避難しなかった人たちを作った防災対策に罪があるんじゃないかと思っています。佐々木さんは震災を教訓とし、自然災害に対して行政がどうあるべきか、その語り部として全国各地で訴え続けていることがあります。自分の町が被災しても自分の町で対応せんみたいになってますけど、これは無理だと思ってます。だから災害対応とかって攻撃でやっぱり考えるべきだと思います。県とかじゃなくて、普段から付き合っている姉妹都市、
あと災害応援協定結んでいるところ、周防大島は津波と地震あるかもしれない、そうなんないような市町村となってお互いに助け合うという仕組みがもうすごい重要だと思います。津波が来たぞ、逃げろ。次の南海トラフ巨大地震、次の活断層地震のために県内の自治体はどう備えるべきか。周防大島町では必ず起こる想定外を受け止められるようにするためには、町民の一人一人が災害を想像し備えることにかかっているとしています。佐々木さんは講演の最後に、島内に津波到達碑があること、それを踏まえて備えを進めてほしいと訴えました。せっかくこちらの町にもそういう立派な石碑というか標識がありますので、ぜひそういうのを生かしながらこう伝えていったり、歴史にしてほしいな、こういうことあってこうなんだって、だから絶対また来るぞ、だから自分たちは避難しようやっていう、こう歴史を作っていってほしいな。このように実際の体験談を各地で伝えていくことで、東日本大震災を教訓として次の災害に備えていくことにつながりますね。そうですね。今年も元日に能登半島で大地震がありました。復興への思い、そしていざという時にどう避難するのか、防災への思いを新たにする3月11日です。